いやー、これプレッシャーですよ、これ。皆さん、こんにちは。アイリでーす。はい、一本前に動画をアップさせていただいた旦那さんのアフレコにたくさんの方からコメントいただきましてありがとうございました。もう本当に嬉しくて、あと旦那さんもねすっごく喜んでました。ありがとうございます。またね、旦那さんのね声出演の動画が作れたらいいなと思ってます。はい、でコメントの中で今までで一番面白かったですよっていうね声とかもいただきまして、すっごく嬉しかったです。はい、でとなるとですね、次出す動画がものすごいプレッシャーでして、どうしようかなって思ったんですけども、今日はですね、デパコス購入品をご紹介したいと思います。はい、いやー、旦那さんのアフレコにはかなわないんですけど、今日も最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは行きましょう。はい、デパコス購入品って言っても、またスキンケアの部分っていうんですかね、下地とかになるんですけど、それを3つ買ってきて、あと発売当初3月に買ったんですけど、リップなんですけど、なんかこれ1個だけをご紹介するのもどうかなと思って、結局ね紹介せずに取ってあったものがあるので、今日はそれも合わせてご紹介したいと思います。今日4つですね。はい、それではまず1つ目が、コスメデコルテシャンって言っちゃった今ね。コスメデコルテサンシェルターマルチプロテクション日焼け止め用乳液ですね。これなんですけど、前にですねコメントでおすすめいただいたんですね。でその後早速試供品をもらいに行って使ってみたら良かったので買ってきました。はい、前に AQ から出てる日焼け止め使ってたんですけど、それがもうすっごい香りが良くて気に入ってたんですけど、 SPF40 だったんですよね。それで違うのに乗り換えたりとかしてたんですけど、これがですね資生堂のアレルバリアシリーズと同じ効果があって、大気汚染などから肌を守ってくれる効果があるんですよ。で裏に書いてあるんですけど、大切な素肌をエイジングケアしながらお肌にダメージを与える紫外線 A 波美波から徹底的にプロテクト、さらに乾燥や大気汚染などの環境ストレスから守り、張りのあるしなやかなお肌に導きますということで、ちょっと基礎化粧もねコスメデコルテをラインで使ってるってこともあって、本当アレルバリアとすごい悩んだんですけど、今回コスメデコルテを買ってきました。はい、でこれがですねすごい軽やかなんですよ。 AQ の日焼け止めはもう少しこってりしてたんですけど、今回これ SPF50 なのにもかかわらず結構サラサラっとしてね、スーッと伸びる感じで、うん、香りも爽やか、うん、前の AQ の方が好きだけど、うん、香りもいいですね。これからこれを使っていこうと思います。はい、うん、いい香り、うん、いい香りですこれ、うんうん。はい、で次はですね、イプサのコントロールベースピンク化粧下地です。で前に私このイプサのコントロールカラーのブルーを使ってたんですよ。それをこの間思い出してですね、あ、イプサのコントロールカラーもう一回使ってみたいなと思って、またお店に行ってきたんです。で今回お店で調べてもらったんですよ。そしたらブルーじゃなくてピンクの方がいいですよって言われて、やっぱ肌の色目がブルーでピンクが足りないみたいで、昔はね本当透明感と思ってブルー使ってたんですけど、きちんと調べたらピンクでした。はい、中身がこんな感じで、そんなに濃いピンクではないですね。どっちかっていうとベージュに近いピンクです。でこれがこうくる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 顔の上でもなじませていくと、サラッとした陶器肌っていうんですかね、お店でやった時もそうだったんですけど、やっぱ普段と違うつるんとした仕上がりになったんですよ。でこれ買いますってなったんですけど、こっちが塗って日焼け止めと下地を塗った状態なんですけど、ちょっと分かんないですねやっぱりね。で今回ねこれを買ったのでコスメデコルテの日焼け止めも買いました。はい、で次がですね、カネボウのリラクシングブリューム、
これがですね、日中用に使うミスト状の化粧水なんですけど、私あのルナソルのミスト状化粧水が大好きでずっと使ってたんですね。仕事中とかすごい乾燥するじゃないですか、会社の中とかで。仕事中にたまにシュシュってやってまた仕事してみたいな感じで、たまに潤いを与えるようにしていて、あとお昼の化粧直しの時にも使えるんですけれども、ずっとルナソルだったんですけど、今回カネボウから出たっていうことで買ってみました。そうなんですよね、私ほんとこのミスト状の化粧水が大好きで、そんな乗らないんですけど飛行機に乗った時とか本当にしょっちゅうシュシュシュってやってますね。もうね、とにかく乾燥と紫外線からは守りたいんですよね私ね。お、香りはめちゃくちゃ好きな香りじゃないんですけど、なんか粒子が細かい気がします。なんかすっ細かかったな。細かい。なのでより浸透してくれそうな気がします。はい、ちょうどねルナソルがなくなったので今度はこれを使っていきたいなと思います。香り的にはねちょっとルナソルの方が好きかな。でも、はい。で次なんですが、エレガンスクルーズから出ているシェルバーム、私は02番を買いました。これ発売当初すごい可愛いなと思って買いに行っちゃったんですけど、これねこういう感じのパッケージになっていて、こっちがシェルバームっていうだけあってやっぱりちょっとシェルっぽくなっています。でこっちがちょっとつや消しっていうんですかね、クリアなゴールドじゃなくてちょっといぶされてるような感じのゴールドっぽい色目で、でここがですね磁石になってるんですよね。これなんかいいですね、磁石で開けると、はい、2つ入ってるんですよ。普通のリップバームとこっちが色のついたリップバーム。これがすごく可愛いなと思って、持ち歩くにもすごいコンパクトでいいなと思って、これはもう一目惚れで買っちゃいました。色が4色とあと1色限定色があったんですけど、私はねもう挑戦もせずいつもと同じような好みの色を買ってきました。ピンクちょっと塗ってみようかな。はい、まずはですねこの透明の方から塗ってみます。思ってたよりちょっと固めですね。塗った感じも硬いっていうかテクスチャーも硬いです。スーッとする感じもなく、香りもちょっとだけほのかに薬用っぽい香りがしますね。私昔本当に唇がすぐ荒れるのでよくねモアリップを使ってました。本当あれ神ですよね。ちょっと高めですよね、高めですけどやっぱモアリップはすごいいいなと思います。ちょっと脱線しちゃいましたけど、次がですねこっちのピンクを塗ってみます。これがまたすごいこれは柔らかい、こっちのバームよりもなんか柔らかかった今。柔らかい。これはすごい使いやすい色ですね。ちょっと赤と迷ったんですけど、やっぱり普段よく使うような色がいいなと思って、このピンクは使いやすいですね。これ普段使えそうです。よかった、可愛い色です。でこれちなみに SPF20 なんですよね。唇もねやっぱりねシミができるので、こうやって UV ケアできるのいいですね。はい、これをポーチにこれから入れよう。落ちるとこだったまた。はい、キャッチしました。これもポーチに入れて使っていきたいと思います。はい、で最後にですねこの間私のクレンジングと洗顔の動画でコメントをいただきまして、キールズのクレンジングオイルがいいよって教えていただきまして、早速ですね試供品もらってきました。でお店の人に聞いたら、これ世界で1分に1本売れてるらしいです。それぐらい今すごく人気のクレンジングオイルだそうです。しかもなんかダブル洗顔が不要で、これだけでクレンジング洗顔ができるということなんですよね。クレンジングオイルなのでまつげエクステをしてる方には使えないそうなんですけれども、オイルで落ちるウォータープルーフタイプのマスカラ使ってる方とかにはすごくいいかもしれないです。はい、もうぜひ気になった方は試供品もらってきてみてください。はい、私も使ってみます。はい、おすすめいただいてありがとうございました。はい、ということで今日はデパコス購入品のご紹介でした。またメイク動画でこのイプサのコントロールベースとかは登場するかと思いますので、はい、その時また感想を伝えていけたらなと思います。はい、少しでも参考になったら嬉しいです。今日もご覧いただきありがとうございました。今日の動画が面白かったよという方はチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。
またね。